九州本来、九州とは燃料給分を有した、陰宮欧進化の人々を指した。彼らは一定の収益権のある地方間の地位や、貴族としての最低限の地位である、十五位下に他者を推薦できる権利を与えられており、推薦希望者から推薦の見返りに、経済的な支援を受けることができた。中世期の荘園交流制のもとで、荘園や国画料において、本所である、 小園領主や自当聖員である、武家領主などの上級領主から宮殿、宮名などの形で所領の治療権が与えられて、商務権、自当職を一任される代わりに、領主に対して年貢、くじなどの会期上納の義務を負った者を旧主と呼んだ。また、旧主の中には、預かり所職、月職などの召喚の地位を兼ねる者もいた。公領制が確立される十二世紀めに、 九州の古障が出現するのが確認される。鎌倉時代に入ると、省エ領主に代わって、聖務を行使する地位にある者に対して広く、九州の古障が用いられ、さらにその下に、九州大が置かれる場合もあった。関東五領や北条氏、足利氏などの有力武家に、諸領内における地頭、自頭大に対しても用いられた。鎌倉時代後期以降には、 下地中文などによって、従来の荘園における重層的な支配体制が解体されたことによって、一園領主としての地位を得た、それぞれの職が九州を設置して、受け負い代官としての役目を行わせるようになった。この頃の資料に、百姓は九州に、愛従うべきの城、諸国の通例なりと記され、九州が、荘園領主イコール一園領主の代理人としての、 側面を強めた状況を示している。また、在地の武士だけではなく、刈り上げや土葬などの商業者などを九州に任じて、経営を行わせる例も登場する。南北朝室町時代には、昭円支配の実験は、九州内市九州大の手に移っていくが、その後の高領昭円制の崩壊とともに、九州職自体が姿を消すことになる。ありがとうございます。